SL を外してます。これコクテル粒か。とりあえず電気を外して。飛行機。うん。それで OK、うん、ここがね、こんな感じです。まずギュッギュッと押したら、まあ、パッキンのとこは一緒やね、うん、で、ネジとかです。ここ注意や、前のパッキンついてるから、あ、パッキンを取らないとダメです、後期についてる分、うん、ほんで出てきた、こっちも出てきてます。こういう感じやね、うん、で、お、うまいな、取り付け部も一緒、こっち側のネジは別にさ、うん、気にせんでも入ったら大丈夫、もう入ったら、うん、うん、あの、プラスチックのピンだけやね。で、一応ね、のためにうん、一緒やね、うん、ネジの位置も一緒、これ一緒ね、うん、うん、ノックも一緒やし、で、あとは問題はこのカプラやね、うん、うん、カプラーも一緒で、まず、うん、全部つぶかやってみる、あ、ライトかな、はい、まずウインカーついた、ブレーキついた、スモールついた、ついた、うん、ということは、これはもう完全ポン付け、うん、ポン付け OK のやつね、ここが、ね、ここが折れへんよね、うん、うん、で、カプラーを入れたらそのままポン付けで、うん、いけます。もう一回やる？電気こんな感じでポン付けできます。うん、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 ハザードハザードも OK ですね、okay. うん、okay. こんな感じです。本付けいけます。